はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、インセクターハガです。さあ本日なんですが、令和版インセクターハガデッキをね作ってきたので、ご紹介していこうかなというふうに思っております。あのビートルーパーがねマスターディアに採用されまして、実装されまして、めちゃくちゃ昆虫族の展開力が増えたんですよ。ということで、あのハガ君のですねエースモンスターがめちゃくちゃ簡単に出せるようになりました。まあ、代表例を挙げると、インセクターはクイーンですね。まあ、こいつは入れなくてもいいんですけど、まあ、正直、クソ弱いんですよ、このモンスター。ただ、やっぱ、インセクターハガの敵といえば、これが入ってないとインセクターハガじゃないと思ってるんで、まあ、これは入れました。あ、それから、まあ、インセクタークイーンを魔改造した、これが強いですよね。究極変異体インセクタークイーンが。これ、フィールド上に、こいつがいると、他の昆虫族モンスターが存在していれば、自分のフィールドの昆虫族モンスター全部が相手の効果出しにならないし、効果流されないっていう、なんか全員呼吸とスカするっていう、なんか劇的にやべえ効果あるんですよ。で、しかもエンドフェーズになんか昆虫族トークンが出せますから、まあ展開力もこれで補助できますし、これめちゃくちゃ強いですよね、このカードが。まあだから、正直こいついらないです。まあこっち出すことが多いですけど、まあインセクトハガデッキなんでこれが入ってるっていう感じですね。はい。で、あと、グレートモスとかも入ってますし、まあインセクターハガっぽいでしょ、後編が入ってればね。で、これどうやって出していくかっていうと、まあ、ビートルーパーの、展開力を使って、昆虫族リンクモンスターが結構簡単に出るようになったので、アームドホーンとかそのピコパレナとか。今回は、まず上級をサーチするギミックは、今まで通りレゾナンスインセクト。で、まあ、究極変態インセクトクイーンとか、あとグレートモンスターとかをサーチしてくる。で、こいつらを出していくのに、このね、オーセンスルジーとか、パラノイドとか、この、超進化の眉っていう、まあ、このカードが使えるんですよね。で、超進化の眉はどういう効果かっていうと、装備カードを装備した自分相手のフィールド上の昆虫族モンスター一体をリリースして、敵から昆虫族モンスター一体を召喚条件無視して特殊ができるっていう。召喚条件無視することができるんで、敵からインセクトクイーンとかグレートモンスターを簡単に出してこれるんですよね。それから、パラノイドっていうのが、フィールド上の表示モンスターにフリーチェーンで装備できて、昆虫族にするっていう効果なんですよ。で、これ相手のフィールド上のモンスターに装備して、超進化前の、お前を撃つと、相手のモンスターを除去しながら、自分はデッキからモンスター出せるっていう効果が、発動できるんですね。で、しかも、パラノイドが、装備カード扱いとして、フィールドから墓地を送られると、手札からレベル7以上のモンスターを特殊ができるっていう、昆虫族を。なので、一番ガンギマルと相手のモンスターをパラノイドと超進化で処理しながら手札から、インセクトクイーン出してデッキからインセクトクイーン出すができるんですよ。これがめちゃくちゃ強い。で、やっぱそれにはパラノイドを手札に抱えたりしないといけないので、パラノイドをサーチできるような効果として応戦する G とかが入ってて、で応戦する G とかこのレゾナンスインセクトを、ピコファレーナで装備していくっていう。まあ、そういうギミックになりますね。で、あとは、先行展開としてめっちゃ強い、フロートスティングとか、それからま、スティンギーランスを出せる、インビンシブルアトラスとかが入ってるって感じですね。まあ、ビートルーパーの回し方はビートルーパーデッキ見てもらえばわかると思うので、今回はね、この、応戦する G、レゾナンスインセクト、パラノイド、超進化の眉のこの、まあ、カードたちの使い方を見ていただければなと、中心に。見ていただければと思いますので、早速ね、インセクトクイーン出していきましょう。頑張ってデュエルスタンバイ。初手くんなよ、初手くんな、お前さ、マジでこいつマジで使えないんですよね。このインセクトクイーン抜いていいですか。なんかさ、一応さ、お情けでさ、入れといてやったのにさ、こいつ初手めっちゃ来るんだけど、このなんかインセクトクイーンとかいうクソモンスター。マジで。いや、俺の名前はインセクトハガだったわ。ちょっと、このモンスターをクソモンスターって言ってしまったことをちょっと今懺悔するわ。クソモンスターではない。こいつが俺の魂の方だったわ。こいつを活躍させたくて、令和インセクターデッキ組んできたんだったわ。何回抜いたかわからんデッキから。入れては抜いてを繰り返している。入れてを抜いてをもう10回ほどは繰り返し、デジャブかな。さあ、ここで必中のピンを特殊召喚していく。このね、応戦する字がめっちゃ強くて、墓地から、あ、ちょっと待って、必中のピンの数かける200倍用のダイダメージを受けてもらって、必中のピンの数かける200倍用のダイダメージ、で、ピッコファレーナをリンク召喚していく。1回墓地送ろう。インセクトクイーンさん。ちょっと今コストないから、まあ、これちょっと後で回収するからちょっと頑張ってもらって、1回ピッコファレーナさんでコストを、インセクトクイーン墓地送りながら、こう自分以外のモンスターに装備して、でさらに応戦する中の効果によって、昆虫族をサーチできる攻撃力が1500以下の地属性の、これがね結構強くてね、これでね
このパラノイドっていうモンスターを、手札に加えて、でパラノイドを装備しておくと、手札からなんかドデゲー昆虫族を出せるっていう、まあそういうギミックね。でインセクター鋼なので一回虫を装備したいんだが、まあこれは強心中ですね。レズランスインセクトがフィールドから墓地を送られると、昆虫族が持ってこれるんで、まあこれを装備しておいて、でピコファレーナの効果はこれ5枚いるから発動しいですね。コストでね、なんか魔法トラップとか送ってるとちょっと枚数足んないとかあるんだけど、一応昆虫族しか墓地にいないときはピコファレーナのワンドロー効果も使っちゃっていいです。でちゃんとインセクトクイーンをデッキに戻してあデビルドだけはで、パラノイドを昆虫族に装備していく。はい。で、レンゲ召喚しましょう。さあ、令和版のインセクト剥がらんでね。令和昆虫と言ったらこれでしょうね。ビートリフォーインペンシブルアトラスよよよよよよ。そして、両方とも効果増すると、チェーン1を、パラノイドにして、チェーン2をレゾナンスインセクトにすると、一応持ってきたやつを出せるっていうコンボなんだが、裏側分数に。まあ多分あったら投げてる相手で、持ってくるのがマイティーネプチューンを手札に加えて、これチェンジ一応順番逆にした方がうららくみませんね。でパララノイド効果で、究極変異体インセクトクイーン様を特殊召喚。これが史上最強の昆虫モンスター。これでこれ以降私が出す昆虫モンスターインセクトモンスターは全て、効果の対象になるんです。効果で破壊されない、全員が呼吸通すか状態で、レゾナンスインセクトとパラノイドと、必中のピンをゲームから除外していく。ひょい。そして、アームドホーンが返ってきて、そして除外されたレズランスインセクトの効果を発動。レズランスインセクトの効果によって、デッキから墓地に、毒針のニードルを落として次のターンに出していくスタイルでだな。ここはもうレベルドーザー変身させちゃっていいね多分これ。なんだっけ、でもネプチューンは多分残した方が強いと思うから、これ除外しちゃって、で、デビルドーザーを出して、でインビンシブルアトラス効果、デビルドーザーをリリースしてデッキからもちろん史上最強モンスタービードルーパースティンギーランスを特殊召喚。そしてスティンギーランスの効果発動、特殊召喚に成功した場合デッキからビードルーパーマジックトラップカード1枚を手札に加えることができる。そしてリンク2のアームドホーンと、スティンギーランスをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、あられろセラフィムパピオン。そしてパピオンの効果によりカウンターが3つ置かれていく。そして除外されている昆虫族モンスター3体の魂をデッキに戻すことにより、私は最強のモンスターを特殊召喚していくぞ。ゴキポールは戻しておいた方がいいね。でこの3枚をデッキに戻して、あられろマイティレプチューン。そしてカードを1枚セット、これでターンを終了していくぜ。そしてマイティネプチューンはエンドフェイズ、昆虫族モンスターの打点を、インセクトクイーンの効果をまとめるのか、インセクトクイーンの効果、トークンを生み出し、そしてマイティネプチューンの方により打点をアップしていくのはもちろんインセクトクイーン様。うわ3800効果で破壊されず効果の対象にならない、つえこれちなみに今この全モンスターが効果の対象にならず効果で破壊しません。そして、ニードルを特殊召喚することによりニードルの効果発動、リーフォースを1枚手札に加えて、そしてニードルの効果で効果を無効、そしてスティンギーランスから持ってきたカメラトラップの効果でモンスター効果無効なので一応二妨害もかめられている。そして盤面は全て効果で破壊さず効果としてならない、あまりに強い、あまりに最強、あまりにも最強の昆虫族モンスターが並んでいるぜ。これが令和のインセクト派が、これはもうなんかインセクト派がくんもなんか大喜びでひょ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 って言ってそうですよね。ええ、害鳥ですか？あれ割とタイプ相性は悪いですね。多分ポケモンでいうところの相手鳥でこっち虫なんでタイプ相性は悪い。飛行と虫タイプだからちょっとタイプ相性は悪いけれども、まあそんな鳥ごときではこの盤面突破でき、どうなんだろうな。いやでも効果で破壊されず効果としてならないってさ結構強いと思うんだよね。多分ねストーリーじゃねえや。羽根防御は強いな。なんだっけ、ペンギンではね、突破できないんですよ、打点的に。効果の足しにならないので、全モンスターが。だから3800を抜くしかなくて、戦闘で。で、相手のデッキ、多分3800を抜く方法あんまないんですよね。ライトニングストーン！何も起きないけどね、それ。どう？
これがね、これがインセクトクイーン様の効果で、フワンダリーズとのドンチーズの効果によって一応ストーリーを除外してなんか、カードを除外していくスタイルですね。いいでしょう。いや、このインセクトクイーン様のね、そのレイバー版の効果なんかめっちゃ強くてね、今全モンスターエンペンの効果も効かなければなんかライザーの効果も効きませんので、一応ああいう突破するとしたら確か未知の風が対象飛んでなかった気がするんで、未知の風対象飛んでなかった気がするんだ、未知の風で一応リリースするっていう方法がある気がするんだが、ここも止めちゃっていいんじゃないかな。まあ、ストーリーはあんま止めなくていいか。ストーリーじゃなくて止めるのイグルンか ロビーナだろ、これ多分。はい、で鳥の効果で鳥持ってきて、でストーリー効果でスティングランスが除外されます。それはどうでもいいわ、そんな効果はどうでもいい。でイグルンの効果発動、まあ、ここ止めるでしょ。ビーフォース毒媒のイドルの効果を発動、インセクトモンスタートークンをリリースし相手の効果を無効にしていく。しっかりと妨害が2個残ってるのも強い。さあニードル効果によって相手の効果を無効になっていく。さあ一応エンペンは出せるかもしれませんが、エンペンを出したところで今そんなにやばい場面にはならない。まあ一応未知の風持ってくるぐらいですか。まあ相手のモンスター召喚に反応して謎の地図がなんか手札から出してくるんで、まあ召喚しないでぶん殴っていけばいいんじゃないでしょうかね、この次のターンね。まあ、打点高すぎるんでこっちの盤面そんな簡単に処理できないと思いますよ。インビンシブルアトラス3000、インセクト3800、ネプチューン3000なんで、さすがにこの3体をね全部処理するのなかなか難しいと思いますね。烈風の結界とダル、まあ、マイティネプチューンの方によってインセクトクイーン様の打点をさらにアップしていくぜ。うわー昆虫がどんどん育っているな。スケールボーム来た。なるほど、レップの結界像めんどくせえな。あれでもなんかスティンギ、これ待って、俺スティンギランスって実はこれ風属性なんじゃね。スティンギランスの属性何、スティンギランス風やんやべ、レップの結界像刺さんねえ。まさかレップの結界像が刺さんねえだと。天才か、天才のなんかムーブ見せられるかもしれないわ。とりあえずこのニードルもいらないから、ニードルをリリースしてたな。ニードルをリリースして、スティンギーランスを特殊召喚していく。おら、そしてスティンギーランスの特殊召喚成功時効果を発動。スティンギーランスの効果によって、デッキから、ビートルーパーマジックトラップカード1枚を手札に加える。あ、一応ね融合を抜いちゃったんですよね。融合を抜いちゃったんですけど、一応融合を出そうと思ったら余裕で出せます。はい、こんな感じで昆虫族いっぱい並ぶんで、パピヨンの効果もこれ発動できるのマジパピヨンの効果も発動できるのマジやべ、なんか知んねえけど数属性モンスターめっちゃいるニードル出しとくか、一応ニードル出すべきだな。さあセフラピンパピヨンの効果によって自分の墓地のニードルを特殊召喚していく全然なんかレップサンネの強すぎたな、このデッキ最強か。あれか、ニードルでさ、このニードルでレップの結界図を無効にしたいの、これ展開できんのこれ。そしたらな、ニードル効果、そしてスティンギランスもいらないから、除外、除外じゃねえ、墓地送って、で、レップの結界図を無効にするんじゃん。はい。で、あと、自分がなんか好き勝手展開すればいいんでしょ。まあ、地図叩き割ればもう相手何もできないんで、これで地図叩き割りまして、で、カード破壊しますよ、もちろん。はい。で、これで相手何もできなくなりました。あとは、なんか、ありえない展開をして、盤面を並べていけばいいので、少々お待ちくださいね。できることが多すぎて逆に困ってます、今。ビッグマリス出せるんですかでビッグマリス出せるのマジ、まあ、一応スケールボム出すじゃないですか。ほんで、ピコバレーな効果でこれインセクトクイーン出しに行くにはどうしたらいいんだろうな。とりあえずこれレゾナンスインセクト装備するの確定じゃん。で、ピコバレーな一応効果使ってワンドロー入れて、まずドローしてから考えるか。とりあえずこの辺全部戻して、で1枚ドローします。でドローしたの何ですか。超進化きた、超進化きたか。超進化きたらもう一発出しじゃないこれ。最強か、やはりこのカード最強だったか。超進化の前を発動。超進化の前の効果によって装備カードを装備している昆虫族モンスターをリリースして、デッキから昆虫族モンスター相手を特殊召喚できる。現れろ、行けインセクトクイーン様。うわー女王様の降臨だ。そしてレズラスインセクトの効果を発動強い、めっちゃ強い。究極変異体グレートを襲ってくるか、これは強えぞ、さすがに。でだな、
超進化の前発動しろ。超進化の前発動してこのカードをゲームから除外して昆虫とか戻しながら1枚ドローできる。これパピオン戻して1枚ドローしていく。あ、強い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 劇的に強いから来た。リンクさんにしてお前ちょっと一回最強の展開見してるからちょっと待ってろ。これでパピオン出しに行けばいいか。リンク2とリンク1でパピオン出して見てて、もうすごいから今この展開力見て。でセラフィンパピオンでリンク召喚でパラノイド効果発動。パラノイドが墓地を送られると手札から召喚条件無視って根治とか出せるんですよ。いけ究極兵隊グレートボス強え見てくれこの最強盤面を見てくれ。これが令和、これが令和のインセクターハンターカガデッキ。ひょひょひょいや最後まで展開見てくれてありがとう。どう僕のインセクターハガデッキすごいでしょ鳥タイプにも負けないんだ。虫タイプは令和の虫デッキは鳥タイプには負けない。対戦こいつは攻撃宣言値、何が俺リーチだって攻撃ができない。弱えちょっと待ってくれ、インセクトクエ弱すぎないか。まあいっぱい横に並べるカードは来てますんで、なんとかなりそうじゃないですかこれ。まあ、とりあえずスカウトバギー召喚して、まあ、スカウトバギー通んなかったら考えよう。でスカウトバギーの効果発動、あ、なんもない、 OK。 あのね、昆虫とかモンスターをとりあえずもうとにかく横に並べていくだけなんですよこの時最初は。なんであんまり考えることなくて、まあ、とりあえず、リンク4分の昆虫が並ぶ時が一番強いですね。まあとりあえずここでアームドホーン出すじゃないですか。でまあアームドホーンの効果で消化権増えてるんで、なんかの昆虫出せるんですよね。でここでまあ引いてるので、これゴキポールを出して、ここはレズランスインセクトとか、あと何でしたっけ、応戦する G とかだともうちょっと強く動きできるんですけども、2体でピコファレーナを出しに行く、動きをしたいので、ピコファレーナを出しに行く。でこれで戻して1枚ドローするのが何かによりますね。で究極変異体が一応出るんだけど、今ピコファレーナの効果ないから、あ、コストないから、あれですね、ここ一回ピコファレーナスルーで、チェーン1ゴキポールで、でチェーン2パラノイドは、フィールドから墓地を送られると、で、あ、手札からなんか上級昆虫毒を召喚条件を無視して特殊なんですよっていう。これで、なんっけ、あれとか出せる。グレートモスとか。グレートモスとかインセクトクイーン様とかね、出せますね。で、ゴキポール、ゴキポールじゃねえ、ゴキボール持ってきて、で、ゴキボールを特殊にしていく。一応ドローしていいな、これ。で、ピコファレーナ効果発動して、ピコファレーナのね、効果ね、これがちょっと惜しいんだよね。なんか装備するのに一回コスト使っちゃうんで、引いてたカード使わないといけないんですよね。これなんか、リンク召喚成功したときに、なんかドローする効果にしてもらった方が強いと思うんだけど、これ順番逆にしてくんねえかな。リンク召喚したときにドローする効果にしてもらって、で、装備する方は起動効果にしてほしい。なんかそうするとなんか無駄がない気がする。っていう、すげえわがままを言って、インセクトクイーンが来たことを後悔してる。本当に。このね、このゴミはね、手札にしても何にも意味ないんだよ。マジで。こいつのことお情けで入れてるだけだから、これは。お情けモンスターだから、これは。ビートリーパーをゴキボールを墓地に送りながら特殊召喚していくしかない。そしてスティンギランスを特殊召喚、スティンギランス特殊召喚成功時の効果を発動。これはまあちょっとあんまり横並ばなかったからそんなに強くないかな。まあ言うて一妨害しかないですけど、まあ言うてでもね、何でしたっけ、カウントトラップがあるので、まあモンスター効果向こうに1回できるぐらいがまあちょうどいいんじゃない、まあ、とりあえずこれ後で戻すとしてゴキボール除外するか。でセラフィンパピオンで、自分の墓地の、ね、レベル4以下のこっちのモンスターを、即死できるっていう効果が一応相手段にも打てるから、これでゴキポールを、特殊化しておいて墓地送られたら次のターンの、まあ、初動カードであるとかを、まあ、サーチしていくスタイルに行こう。はい。でセラフィンパピオンの効果によってカウンターが置かれて、でカード1枚セットしてエンド。まあこんだけ頑張って動かして一妨害かよと思うかもしれないですけども、これインセクトクイーンが結構強くてですね、これね、戦闘、あ、間違えた、効果の対象にならず、効果では破壊されないっていう効果が、全部の昆虫族に付与できるんですよ。
だから今あの現状全ての昆虫族モンスターが、まあ、例えば無限保養であるとか、それからなんかうーんと対象に取る効果ってなんかある、あの環境で、バウンス、勇者の装備のドラコバックのとかも効かないんですよね。これめっちゃ強いです。あとアルベルは当たり前に飛びます。はい、当たり前に飛べる。で全員呼吸通すと言えばいいかな、全部呼吸通す、まあ、全部なんかマスカレナ巻き込んだアストラみたいな感じ、全呼吸昆虫族モンスターが闇の誘惑。なるほど、いいでしょう。まあ、闇の誘惑はとりあえず発動されるって次やばいやつ持ってこれると困るので、セラフィンパピオンの効果によってゴキボール、ゴキポールじゃない、ゴキポールを特殊召喚しておきましょう。デスピアヒーローみたいな感じかな。 D デスピア、まあ、打天使混ざってんのか、なんか他のカード混ざってんのかちょっとわかんないけども、まあ、デスピアはね結構出張性も高いですから、まあ、融合テーマに入れられますからね。僕はファーニマルとかにも入れてましたし、まあ、何でもありますけども、さあとりあえず全部の打天使除外しろ、無理か。ダッシュが、あ、ダッシュがやった、これデスフェ出てこないじゃん、やった、デスフェに出てこないムーブきた、弱そう弱そうそれは弱そうじゃね。そんなもんで終わりですか。これ超融合とかやめてくださいね。超融合でアブソリュートヘラクレスされて俺僕トラウマになってるんですけど俺赤の楽園、なるほど。あ、デスピアを回収、まあ、一応増殖するんですか、増殖する G 打って、一応1枚ドロー以上かけてたな、これな。さあ、手札交換していく。手札交換。あー、まあまあまあ、でもそれそんな関係ないか。言うて。そこまで困りはしない。はい。はい。ゴキブリ入りました。ゴキブリを除外。そして、ゴキブリにゴキブリ入って除外されて、赤の枠の効果によってデスピアを回収して、で、デスピアの効果を発動し、あ、デスピアの方がっていうか、デスピアの同系アルベルと、手札のなんかで融合していくスタイル。あー、アドリビズムね。オッケーオッケーオッケー。で、アドリビズム効果で、マスカレードとアドリビズムが出てくる感じかな。はい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 。なるほど。これ、クエルティスの方が強かったんじゃね、この盤面。対象なんですよね、あれね、クエルティスね。クエルティスはなんか対象なんない気がするから、まあ、クエルティスが一番強かった説はある。で、ドラマトゥルギアの効果でなんか破壊す、あ、無効にされるのか。対象取るからな、別にな。対象取らないから無効にされないか。これ、一回さ、なんか殴ってから考える説あるね。あのさ、マスカレードでさ、なんか徴収量、なんかその使用量みたいなの取られるの嫌じゃん。使用量取られるの嫌なんですよね。カード使用量取られるからさ、あのカード。これ一回殴ってからの方がいいんじゃね、600円の商標登録料が、ちょっと払いたくないので、これでぶん投げましょうか。で、こうしてだな。ほんで、インセクトクイーンぶん殴って、オッケー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 。で、インビンシブルアトラスでぶん殴る。これで使用量が取られない。で、マスカレードが墓地から湧いてくる。で、マスカレードにぶん殴っていく。で、こっからまあ、多分自分で展開した方がいいね。まずはアームのホーン出すじゃないですか。で、アームドホーン効果で、ゴキポールで持ってきたやつを出せるので、これはね、インセクトクイーンをね、どうしても出しに行くムーブをね、今からお見せしますからね、皆さんね。そんなことする必要あんのかっていう話あるけど、やっぱインセクトクイーンが出ないと、インセクト剥ができちゃないから。ね、わかる。結構強引に出しに行っていいか。相手もビビるだろうな。なんか、でインセクトクイーン2で並んでるのやばいでしょ、これ。こいつ何がしてんだよってなるよな。これで、デッキから手札に加えるのは、これは正直何でもいいか。一応パラノイドか。あ、だからパラノイド持ってこないとダメか。パラノイド持ってこないとダメだ。パラノイド持ってこないとインセクトクイーンが出ない。で、バギーでバギー出していくでしょ。ちょっとやっぱこれインセクトクイーンさ、コストにしていい。インセクトクイーンを出すと言ったら、あれは嘘だ。ちょっとこのゴミをデッキから抜きてえ、俺はこのゴミを俺はデッキから抜きてえが、インセクトクイーンを墓地に送って、こいつに装備しなきゃいけないな。アウトホーンに何か何らかのモンスターを装備していく。でこれ で出したいレゾナンスインセクトを、いやでも
わかんないぞ。これでさ、戻したやつさ、持ってくればいいんだろ。いや、まだ俺はインセクトクイーンを諦めてねえ。どうしよっかな。いや、これ究極変異体の方が強いと思うんだけどな、普通に考えて。究極変異体出しに行きますか。で、ふぅってやって、で、同時に持ってこれる。なるほど。で、あ、でも、あれか、出せねえか。今、このターンだと。一体足んねえか。足んねえな。まあじゃあネプチューンですね。ネプチューン持ってきて、またネプチューンのなんか効果でインセクトクイーンの打点なんかアップしてたら強いだろこれ。で、インビンシブルアトラスを認証感して、で、レザナスインセクト効果通して、で、デッキからデゲー昆虫持ってきて、ドデゲー昆虫持ってきて、ドデゲー昆虫出して、で、相手のまあターンに備えるスタイルですかね。これ一応なんかなんだっけ、スティンギーが、スティンギーじゃねえや、カウンタートラップが、セットし直せるので、まあこれでマイティネプチューンを特殊召喚して、はい、で戻して、でこれでゴキボールも大丈夫ほい。あ、でも一応あれか、足りるな、除外できるもんな、これ足りますね。これアームの方どうしようかな、これ迷いますね。ダッシュに行こうかな。なんかビートレーパーってそこそこソリティア長いですよね。自分で使ってて思うけど、なんかそこそこソリティア長えなっていう。でレゾナンスインセクト効果発動して、まあこれはニードルかの方が強いですね。で、ニードル。で、召喚。で、パピオン出しといて。あれ、このターン俺まだパピオン使ってないですよね。使いましたっけ？あれ、パピオン使ってないよね、俺。ちょっとね、自分でも分かんなかった。パピオン効果。あ、だ、おい、オッケーオッケー。で、これで、カウンターを置いて。で、次のターンに、B フォース出して。で、さらにこのターンのエンドフェーズに、インセクトクイーンの効果と、これ EA で、フロートスイングの効果発動して、増時除外 D か。これでモンスター効果2回無効の構え。はい。はい。どう？これは強いでしょ、さすがにね。で、一応超進化の前がね、セットできてれば一番強かったんですけどね。相手のモンスターを昆虫に変えてから超進化でリリースしてやれば最強あったんですけども、まあこれの動きが見せれなかったのだけがちょっと後悔ですね。さあ、なんだっけ、あ、やべ、セラミンパピオンの効果発動しねえ。あ、それはもう全然無効、全然無効。ちょっと完全にボタンをオンにして乗せました。じゃあこのデッキ意外とマスを使われます。なんかやること多い結構。なんかレインセクト墓っぽくない、なんかソリティアが多いなこのデッキで。セラフィムパピオンの効果発動して、墓地のB フォースドキバリのニードルを特殊召喚しておいて、これでモンスター効果がもう一回無効にできると。で、ニードル効果発動して、で、ニードルで最強モンスターを持ってきておいて、これはまあ、ツインボーカーなんかでいいね。はい。さあ、もう何もできないでしょ、さすがにね。OK! あとは殴ってかしか。うわ、いけー強え、このデッキ、ものすげえよの昆虫並ぶのすげえけど、そこそこソリティアの長さがあるから、なんかちょっと嫌われそう。割とね、フリー対戦環境ではね、なんかこれデッキワンチャン嫌われるまである。なんかね、フリー対戦だからいいじゃんみたいな顔してね、ちょっと強い。あー、まあ展開札は来てるんですけど、相手の盤面によるかな。これね、やっぱね、あれが、パラノイドが来てると、パラノイドを相手装備して、長身から前に打って、みたいなこともできるんで、一応一回相手の妨害踏み、に行ったりとか、ができるので、長身から来てるときはね、パラノイドがどうしてもね、ちょっと、欲しくなりますね。っていうか的にね。あと、ヒーロー多分ね、魔法カードの効果で、特殊召喚してくる効果が多いから、まあ、この辺はちょっと応戦する G とかが欲しかったかなっていうところはあるよね。まあ、融合ね。そう、ここでね、なんか応戦する G とかあると結構強いんだけどね。さあ、融合発動。うわー、ここは、まあ、ないのでしょうがないですね。ないものねだりしてもしょうがない。なんかヒーローじゃねえな、これ。なんかライナとかいう、なんかライナとイゾルデとかいう、なんかソリティアのドンみたいなモンスター出てきましたけど。セレーネ。なんか全然ちげえな、これ。なんだこれ。なにこれ。5体5体でリンク。やばい、
リンクゴッドドラゴン飛んできたんだけど、やばい、3ガード書いてんの、なにこれ、なんじゃこのデッキ、原動スピリット書いてきた、ファイヤーオバールヘッド、誰やねんマジで、誰やん、誰やねんモンスターの宝庫、リンクゴッドドラゴンかなりやばいぞ。で、ペンデラの召喚、サンが、はぁ、ヒューが、はぁ、サンマシン揃ってっけど、え、その最後の手札の何それ、最後の1枚。やばー最強デッキきた、最強デッキや、ゲートガーディアンって先行ワンターンゲートガーディアンしてるけどこの人はやば、確かにねこれはねかなり強そうな盤面ではありますよ。リンクゴッドドラゴンはあれですよね、何のことも起きないんですけども、光属性モンスターとも戦闘では返されるし、一応怪獣とか効くんですよね、別に怪獣のリネンスが書いてますもんね、書いてないんですね。リンクショットが成功した場合に相手のカードを捨てたから、まあ、これは別にどうでもいいな、なんかあんまり強くなそうだな、なんかすげえ頑張ってソリティアしたはいいものの、さっきファイアウォールの効果も使ってたから一応妨害ないし、リンクコットドラゴンは一応リレースできるから、これだから怪獣を目指しに行って、怪獣でリンクコット処理して、なんかなやはやすればいいんだよ多分ね。いやこれちょっと迷宮兄弟の本気を見せてくれたんで、こっちインセクト派の本気を見せていきましょう。レゾナンスインセクトかな、これはレゾナンスインセクト、あとゴキボールヒドに弱いな、ゴキボールヒドにちょっと弱いが、まあとりあえず一旦ツインボーを特殊召喚していく、で2体のモンスターでリンク召喚していく。このチェーン何、なんかフレチェーンなんか効果あったっけこいつら。アームドホーン効果、さっきファイアウォール効果使ってたやん。で、アームドホーン特殊召喚するでしょ。で、まあこれで、まあとりあえず、怪獣は持ってこれるんで、まあリンクコントラゴン処理は確定したオッケー、これで力手段に加えるのを、ガダーラにしないといけないから、ガダーラ持ってきて、ガダーラ持ってきて、で、一旦ガダーラは処理しに行った方がいい。ガダーラじゃねえ、リンクコントラゴンは処理しに行った方がいいね。ちょっとさ、君さ、もう突破できないからさ、ちょっとどっか行ってくれる？ここ。さよなら。ほい。かわいそうに。めちゃくちゃ頑張って出したリンクゴッドドラゴン。かわいそうにな。かわいそうにな。で、これで、ゴキポールか。ゴキポールを特殊召喚していく。でだ。リンク3で、セラフィムパピオン出しに行くしかないな。モンスター数が1個ちょっと。足りねえからこうするしかない。で、ゴキボールが、ゴキボールがな、なんかちょっと来てなかったら ゴキボール出しに行って、スティンキランス出してみたいなことできるんだけどね。で、ゴキボールで、まあ、とりあえず早打ちのアルバレストを持ってくる。で、スラフィンパピオンの効果でカウンターが置かれる。で、蘇生効果はすぐ使えないから、とりあえずアームドホーンの効果を使って、アームドホーンの効果で自分の、おー、もちろん、コンチトクモンスターをめちゃゲームから除外して、特殊召喚していく。はい。ほい。でだ。レゾナンスインセクト効果発動。除外されると、コンチトクを墓地に送れるので、ニードル送っときますか。こいつはセラセンパピオンでね、蘇生しに行くみたいな動きが結構するんですけども。でだな、とりあえず、インビンシブルアトラスをリンク召喚していく。モンスターがね、4体並ばないとね、どうしてもね、ちょっとリンク数分的にね、これね、しょうがないんだよね。まあ、ここで、リンク4を作って、で、インベンシブル !3750、とっぱらけえな打点高えな、あいつ。あいつ、打点高えんだよ、なんか知んねえけどよ。んで、マイティネプチューンを、出しに行くか。マイティネプチューンを出しに行って、で、これで3000打点だろ ?3000、3000だから、一応まあ2体処理できるから、ゲートガーディアンだけだな。あと、残りは。残ってるのはゲートガーディアンのみ。あ、白雪あったの、あぶね、白雪あったんだ。じゃああれじゃん。これ初動止められたら結構やばかったけどね。白雪今なんだ。特殊がすんの。
あー、はい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 、それどうでもいいね、どうせリリースしてればいいから。白雪はね、今じゃなかったと思うよ多分。これ初動潰されてたらだいぶやかったっすけど、なんか知んねえけど相手使ってくれたんで、どうしましょうかね、まあ、とりあえずスインギランスかなんか出しに行きますか。いやちょっと俺ひらめいちゃったわ、私ひらめいちゃいました。さすが令和インセクター派が頭の回転がなかなか柔らかい。でスカウトバギーを特殊化して、でスカウトバギーでこれまだ俺ピコファレーナとか使ってないから、ピコファレーナを出しに行く。でピコファレーナで手札1枚切るでしょ。でこれもうどうでもいいから、これゴキボールいらないからゴキボール切って、でサーチ入れる、サーチじゃねえや、装備する。でここに装備して、つまりだな、これ超進化あるから分かったぞ。これだな、応戦する地を装備するんだろ。ほんでだな、まあ、とりあえず一回ドローを挟もう。ピコファレナ効果発動して昆虫族を戻して、1枚ドローしていく。で何をドローするかにもよるが、はい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 、あこれはね最強のドローしたかもしれないね。でちょっともったいないけどリンク召喚しよう。こことここでリンク3分にして、まあ、めちゃくちゃもったいないけど、セラフィンパピオン出して、で墓地を送られた応戦する時期の効果を発動して、パラノイド持ってくんだろう。でパラノイドを相手のゲートガーディアンにつけてお、ね、で相手のゲートガーディアンをリリースひょひょデッキから昆虫族モンスター一体を召喚条件を無視して特殊召喚するぴょー、行け究極完全体グレートマス。そしてパラノイドの効果を発動。このカードが墓地に送られた場合、手札から究極変異体インセクトクイーンを特殊召喚つえつえ、なんていう展開力だ、相手の盤面を一瞬で返してしまったぞリンクゴッドドラゴンとゲートガーディアンとかいうクソ強そうな盤面も完璧に返した。行くぞ昆虫たちよ、うわーうわー。そしてこれは発動して、あれか、発動していったらあれかワンキル取れる。これ白い強化ストアがどうせあれか微妙か。究極完全体グルテモスをリリースして、うわーどれー、いけ、セラフィンパピオンでダイレクト、うわちくしゃ、白雪ごときが壁になりやがって。いやでも相手も返せないでしょこれ、いい加減諦めろやこいつうるせえ白雪、いつまで壁やっててめえ、くそがお前はもう負けなんだよ、いけインセクトクイーン様でダイレクトアタック、なんでこいつはモンスターをリリースしねえと攻撃できねえんだ、どうしてだよ、どうして